はい、どうも、こみです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブのホームからお届けしていきたいというふうに思います。いやー、カンクラのメンバーがですね、やっぱり、前も言ったように、かなり、プランニングが、成熟してきていて、いいアタックをね、たくさんしてくれます。逆に僕、もう、野良戦結構、攻めが雑になっていて、全く全開取れないっていう状態になってしまっていて、こんな感じ。一個、シシしてるな。ひどい。本当になんかもうそのうちボンクラとかでボンジュールさんに怒られるんじゃないかな。僕もうそろそろ怒られてもいいような成績を出してる気がする。頑張ります。はい。でですね、今日見ていきたいのは2つ、スーパーネクロマンサーは実はスーパーウィザードを使わない攻めを、ちょっとね、紹介していきたいというふうに思います。これはもう突撃艦でも使わない、当然メインユニットとしても使わないというところですね。で、やっぱりスパビズが下方修正されて、これからどんな風な使い心地になってくるのかっていうのが少し、今見通しにくい状況にはなってきてると思いますので、それにですね、変わる安定的な昔からある攻めっていうのをやっぱりもう一回見直すことも必要なんじゃないかなというところで、本日ご紹介したいのが2つあって、EAT とディガフグですね。まずは、このペッカイエティボーラー系の戦術。ここは、ペッカを積んでイエティにするっていうやり方と、あと、ペッカを、ボーラーを積んでイエティにするとか。で、ないしはもうこのペッカ、ボーラー、イエティと全部ね、それぞれ積んでいく。今回のボキさんがそうだと思うんですけども、いう攻め方にする。いろいろ方法はあると思うんですが、ペッカを入れる場合っていうのは、ユニットのそれが怖い場合ですね。ペッカとイエティは、近距離攻撃なので、ボーラーみたいにこう、ちょっとこれ、3時方面から4時方面にボーラーが若干流れちゃってますけども、こういう心配があんまりないのが、イエティとかペッカのいいところですね。なんで、こいつらだけにしておいて、しっかりと束にした状態でこう進めていくっていう、攻め方をする場合には、ボーラーを使わない方も結構いらっしゃいますね。綾瀬さんが結構それを流行らせてくれたんじゃないかなというふうに思うんですが、で、やっぱりですね、すごいシンプルなんですね、この攻めって。マジでシンプルで、おでひで削るですね、ここ。おでんヒーラーで、こいつで。で、投下兵舎プラスキングを使って、反対側をこう削っていく。で、中心部にイエティを、イエティだけですね、ほんとペッカとかボラビもいましたけども、こいつらをこう流していくっていうような感じ。ガーンって。そういうような戦術になっています。で、キングを流しながら、ロイヤルチャンピオンも、あと、その同じ方の、投下兵舎側から入れていくっていうパターンが結構、主流なんですけども、そこに、相手ヒーローがあんまいない方がいいんですよね。ロイヤルチャンピオンってヒーロー対ヒーローになった瞬間に、ほぼ確実にやられちゃいますので、なるべくヒーローがいないところをロイヤルチャンピオンが通れるようなルートを組んだけど、こういう風に最後までロイちゃんが生き残ります。このパターン強いですね。こうなってくると、もうマジで、完璧なですね、全開っぽいような感じになってきますので、ロイちゃんをやっぱ歩かせるルートにヒーローがいないことを今回言ったらここですね。そんなような、ロイちゃんルートを見ながら、かつ、どこをおでひで壊したらいいのかな、どこをイエティ入れていったらいいのかなっていうことを考えていって、この3つがハマった場合に、この、おでひからのイエティ系戦術っていうのは結構、輝きを放つんじゃないかなという気がしています。それがやっぱり、未だに強いんですよね。タウンホールに対して、アプローチがしにくい場合、今回はジャンプでこうね、入っていくことができちゃいましたけども、ガーンと。アプローチがしにくい場合には、突撃艦を一気にこうドバッと当てていくなんていう方法もあったりするし、コウモリを裏からね、回していくなんていう方法もあったりするし、意外とこのイエティってまだまだ、派生系は、ね、十分健在で、かつそれがそれぞれみんな強いので、使っていく、試していく価値は大いにあるのかなという気がしています。で、もう一個はディガホグですね。今日合計4本見てもらいたいと思います。ちなみに、イエティ系2本、ディガホグ系2本ですね。ただ交互に見ていければというところで、これですね。パンセッタさんのディガホグはうまいんだ。てか、この人は基本的に何をしてもそこそこできてしまってうまいんですけども、万能プレイヤーですよね、本当に。だからもう、こんなに多分ね、秘書権攻めに適している方はなかなかいない。センスがいいですね、本当に。いつも、暗面にプランを授けてくれる軍師的な存在でございますが、だいぶなんか、要所要所しすぎたら、あんまり要所するなんかちょっと、あれだよね。あれってなんだよって話だけど、あれだよね。こんな感じでですね、タウンホール側から、このクイヒー四角人は入れていくのが、割とベターなんじゃないかなというふうにこう思うんですけど、こんな風に。
で、今回パンセッタさんは、タウンホール側からセオリー通りしっかり食い火を入れていって、レイジーをかけながらポイズン相手の援軍をきっちりと、処理していっていますね。で、この体力管理が本当にうまい。よくこうフリーズ我慢してるなっていう感じですよね。きっちりとレイジーを切らさないようにかけ続ける。かけ続けながら、この投下兵舎キングを出していくっていうところがやっぱり、ポイントですね。もう一枚レイジーを追加して、クロスボウ4体からのダメージを受けて、きついところでこれはもうクロークを発動って言ってますね。これはオートクロークかな。で、ポイントになってくるのは、ここ。ちょっと止めさせてください。これなんですよ。あのね、この四角陣を攻める場合のディガホグ。ちょっとまあ、これは、ディガホグそのものをもう大雑把に説明するというのも、若干ちょっとこの四角陣に特化した話になっちゃいますけども、ただまあ、どんな、あの、空飛ディガホグをするにもこれは重要で、クイーンが、こっちに今歩いてますよね。この三次方面に。その方面からディガホグを出していくっていうのが、これめちゃくちゃ重要です。こうすることによって、ディガホグの通るルートが、で、まあ、ここに若干いますけども、まあ、こいつらもこういう風に戻ってくるでしょうね。あの、狭くなるんですよ、狭く。こうなるんですね、ここに。この幅になるわけです。この幅になるか、反対側書いていくと、この幅になるか。この違いは結構でかくって、クイーンが、もしもこっち側に流れていってしまうなら、ディガホグ始めるのは、クジ我慢した方がいいっていうところですね。で、今回、パンセタさんはそれを読んでたのかな。ここに、キング投下兵舎を出してるんで、もうディガホグはこっちから始めざるを得なくなるんですけども、これ読んでたらすごいですね。この形が今かなり綺麗に出来上がっているので、ディガホグとクイーンがその防衛施設からのダメージをこう分け合う形になるわけですね。片方の施設はディガホグにダメージを与えていく。で、もう片方の施設はクイヒーに与えていくというような感じになってくるので、例えばこんな感じですね。こんな感じ切ると、こっちはクイヒー、こっちはディガホグにターゲットを取るので、クイーンがですね、過剰にダメージを受けてそのまま怒っちゃうっていうリスクがちょっと減ります。これすごく重要ですね。かつ、ディガホグが、狭い範囲を、歩ってくれるので、まあ、ヒールの呪文、ないしはグランドウォーデンのエナジーサークルの中に入りやすい。となると、もう当然書きやすいとなるわけです、ね。なので、まあ、こんな感じで最後まできっちり数が生き残るということができるようになります。ここでホミングシールド発動、フリーズの呪文はこれはロイヤルチャンピオンに使っていくのかなと思いきや、ここはまだ我慢してますね。フリーズはボムタワーとかインフェルノとか、この辺があるところで使うのかな。そうですね。ホグライダーがまとめてやられないようにここでフリーズをかけていって残ったユニットの体力で押し切るというような感じになってますね。というまあオーソドックスな、クイヒディガホグっていうのもやっぱりこれからますます強いのかなと思います。まあ、形としてはクイヒで、半分削って、でクイーンが向かっている方面側に投下兵舎とあとキングを出してカットをしていく、この2つのユニットに挟まれるようにして、このディガホグが、ディガホグライダーが、進行していくという、まあこういうサンドイッチ構造ですね。この1、2、3、このやっぱりサンドイッチ構造を作った、攻め方が未だにやっぱり強いし安定する。今回か前回かな、なんかね、すげえこのクランかな、全くスパリズを使わないクランがいたんですよね。で、そいつらが使ってたその攻め方っていうのが、まさに今言ってたイエティとディガホグなんですよ。オーソドックスな形で攻めてくるんですけども、これが強いので、もう彼らからすれば多分これからの環境、別にスパビズが弱くなっても、が別に関係ないっすよ、みたいな。うち関係ないんで、みたいな感じの、まあ、多分ノリになっていくんじゃないのかなと思うし、まあ僕らもやっぱりそういう風な環境変化に対応していけるようにね、まあいろいろ目指していきたいと思うんですけども、もう一本、ボスって、なんかね、ボスって呼んでるんですよ。カンクラでリョウタロウさんのことボス。実際にお会いすると、もう、ガチ向きのそのボスのイメージとは程遠い、温和な感じの優しいキャラクターなんですけども、クラクラの中ではボスですね。もう多分3、4年代ボスって呼んでるから多分治んないと思う。で、その、まあ、ボスの攻めがですね、結構いつもイエティを使ってるんですけども、イエティボーラーを使います。あんまペッカイエティ見ないかな。多少ばらけちゃってもそのまま押し切っていくって感じですね。で、今回みたいに、その壁にこう隙間が空いてる場合っていうのは結構ね、このイエティボーラーお得なんですね。なんでかっていうと、ここにこうイエティがこう入ってきちゃうじゃないですか。スルスルスルっと。そうすると、ここの壁を壊すためのジャンプとか使わないで済むし、あとまあ、ウォールブレイカー使わないで済むしってとこですね。にしてもこれ攻めたなぁ、マジで。今だいぶ体力減ってましたけどね。僕なら怖くてあそこまでやれねえな。よくこのリフのクロスボウがあるのに、透水器まで見たもんだ、これ。でもそれ知らないにしっかりこのカットしてるのうまいですね。このカットをしてるおかげでしっかりとイエティボーラーがこっちの中に入ろうという風な、意気込みを見せてくれていますね。だいぶイエティ、今それかけましたけども、しっかりと壁の中に向かっていったというのは、この施設のカット大きかったですね。
ただこれボーラーが全ソレしてるのか、もうそれでもここからどう思っていくか見ていきましょう。ボスネヒカンイエティをはめていきますね、ここ。このタイミングっていうのは結構難しかったと思うんですよ。なんでかっていうと、オデヒを先に打っているので、突撃艦イエティはちょっと援軍連れちゃって、そのまま援軍がオデンに向かっちゃって、オデヒのカットができなくなっちゃうと思うんですよね。で、後から、突撃艦イエティやってるわけなんですけども、やることによって、火力を下げておいて、このロイヤルチャンピオンが、無双の働きをしてくれてるわけなんですよね。で、そいつに上方面を任せてしまって、イエティたちは、下方面のこの半分、この領域っていうのを一気に突き進んでいくような形のプランを描いていってますね。まあこんな形もありかなと思います。良太郎さんのこのめちゃくちゃうまいところ、これ、全然上側に効果力がないってところをきっちり見極めてますね。こういうところがね、ボスマジでうまいんですよね。なんかその、なんていうんですか、もう、眼力というか、村を見る眼力がすごくて、結構ね、ボス、あれなんですよ、フレチャとかあんまいっぱいしないんで、プランを練った後に、攻めるときにちょっと細かいミスで失敗しちゃうところとかってあったりするんですよね。今回で言うとこことか、結構際どかったじゃないですか。でも、プランがないでいいもんだから、後から超絶これなぞりやすいんですね、ボスの攻めって。そこがね、チームワークじゃないですけども、本当に。まあ、ご本人がこう取ってくることもあるし、仮にミスでもそれができちゃうっていうのがね、これがやっぱいいですね。ナイスアタック。やっぱこういうプランニングいいですよね。相手の弱点を見抜くみたいなところ。まあ、クラクラの醍醐味かなというふうに思うんですけども。さて、13番、これ。これ、秋風さん。最後はこれで締めましょう。ディガオブですね。秋さんもね、どっちかというとプランニング その安全性というよりは割とプレイヤースキルで取っていくタイプのプレイヤーかなと僕は思うんですけども、際どいところをね結構走らせていくんだけどやっちゃうんですよね。やっちゃうぜみたいな感じで。で、これ、ここ食い火中に入れてくるのって、ね、見た目以上に難しいです。ここのカットがしっかりとアーチャークイーンでできた上でベビドラ若干これ遅れて出してきてますけども、これは狙いのカットここですね。あーごめんなさい。ミスった。すいません。こうカットすることによって、アーチャークイーンが、こう、右往左往しないように、しっかりとタウンホール側に向かっていくように、カットを入れていってますね。これ非常にうまい。で、相手のグランドボールでゾウと当たっているんですが、レイジがかかっているんで、これはしっかりと処理ができそうです。ポイズン若干早く打っちゃったのは、まあ、仕方がないですね。中に入ってたのがラバハウンだけじゃないんで、パピに関してはアーチャーを1体加えて、まあ、少しずつ早めていってますが、このレイジの期間中にしっかりと、グランドウォーゼンドタウンホールあたりまでアプローチしていきたいというところですね。ただ、これクロスボウ2本はなかなか痛いですね。もう1枚レイジは多分これは使わざるを得ないと思うんですが、はい、使っていきますが、ちょっとこれどうだ？厳しいかな。タウンホールが起動しちゃったんで、これやっぱり秒間ダメージが一気に跳ね上がって、ただどうだ？これは、倒していく。素晴らしいですね。で、さっきと同じですよね。アーチャークイーンがこう向かっていく方向から、キング投下弊社を当てていってカットを決めていきつつのギガーホグライダーですね。こんな感じでいってみるという感じですね。これアーチャークイーンがやられちゃってヒーラーも結構、無駄になりかけているんですが、ギリギリなんとか、ダメージを受けずに前に進んでいってますね。これスーパーボールベーカーを使ってこういうとこなんですよ、アキさんのすげえところ。ここの壁開けて中に入ってもう一回壁開けてここのねキングを誘導するって、まあ普通やらないですよね。まあこれもやらなきゃいけなくなっちゃってる理由っていうのは、もう多分にしてこれですね。ここの部分が、鉄が残っちゃうので、どうしても。アシャクイの削りってここまでじゃないですか。多分こっから先のことはあんまり多分、アキさん、クイーンがどこまで、歩いていくかは多分そんな見てなかったんじゃないかなと思うんですけども、広くなっちゃうから、広くならないように、ここをキングで削って、でこっちをディガホグっていう風にまあしたんでしょうね。こんな感じでユニットが上で見えなくなっちゃってます。はい、いやこういうところをねしっかりやるっていうのがねアキさんすごいね。もうここもちゃんとさキングがこのまんまこう上に流れていく絵を描いてるっていうところなんですよね。まあ途中でやられちゃってはいますけどですよ本当に。で、最終的にはロイヤルチャンピオンがディガーホグライダーを盾にして最後まで生き残って、そのまま押し切ってくれるというところですね。まあ、ディガーホグライダーがやっぱり、ロイちゃんの前に立ってくれると、ロイちゃんが本当に長生きするので、
まあ、その効果を使ってエロイエチャンピオンとヒーラーとグランドウォーデンペッカ、まあまあユニットの残り方としてはかなり十分残っていると思うんですが、このような形で、スーパーウィザードを一切使わないような、まあ昔ながらのオーソドックスな攻め方っていうのも本当まだまだやっぱり使いどころはあるし、まあ下方修正がスーパービーズに入って、チェーンのダメージが 80% から 60% ですよね。20% 減ることのその効果っていうのが、まあ、どれぐらいかっていうのは、やっぱ使ってみなきゃなんとも言えないですよね。使ってみて、これはきついぞとなった場合には、まあ、改めてこう、昔ながらの攻め方というのを試してみるとも、全然ありかなと思うし、むしろ、そこに関してはこれからも練習がもうすぐに始められるので、まあ、ぜひですね、いろんな攻め方を試す中の一つの、まあ、選択肢として、こういう方法も、取り入れてみてもらったらいいんじゃないかなというふうに思っています。というところで本日、関西クラクラクラブからですね、お届けをさせていただきまして、もしも参考になっているというところでありましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、これからもですね、タウンホール13のみならず12、11と、幅広いタウンホール帯お届けしていきますので、ぜひ、ご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思ってます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。